毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。今回ね、今あのコラボガチャが来てるじゃないですか、これね。で、闇鍋方式なんで、これかなりね、これね、無謀やと思うんですよ。LR キャラ一応ね、マリーローズとほのか入ってるんですけど、その他にもテリーコラボバージョンとか、レオナ、コラボバージョンとかね、があるので、結構ね、これやっぱ引くの難しいんですけど、まあ、今回の動画ですけど、マリーローズやっぱね、啓蒙の能力がすごい魅力的 で僕もともとね、やっぱ防御型が好きなんで、ああいう性能がね、すごい欲しいなって、使いたいなっていう気持ちはね、あるんすよ。ただし、キャラの見た目がやっぱ僕の好みじゃなくて、で、デッドオアライブ自体知らんし、まあ、あんま知らないキャラを入れたくないっていう気持ちもあるんですけど、まあ、性能がね、やっぱね、欲しいなっていう気持ちがあるんすよね。まあ、そんな中、ただね、僕、マリーローズ持ってないんですよね。オークションガチャで取っとけばよかったんですけど、2200ポイントでね、ランキング入れたんで、まあ、今思えば取っときゃよかったなとは思ってるんですが、今のところマリーローズ持ってないんで、まあ、今からね、この動画で、コラボガチャを回します。これ。うん、コラボガチャを回して、で、1体キャラが出るまでは回します。ほんで、もしそれで、マリーローズをね、ワンチャン引けたら、使おうと思います。もう啓蒙まで仕上げて、メンバーに入れようかなとも考えてます。ただし、この闇鍋ガチャ、さっき言ったように、恐ろしく低い確率なんで、まあ、そのキャラ自体が出たとしても、そこから何が出るかわからないっていう状態なんで、まあ、そこからね、こうマリーローズを引くっていうのはかなりの、まあ、ほんまに強運が必要なんですけど、まあ、それで出てきたらもう使えっていうことやとね、自分の中で決めて使っていこうかなともね、思ってます。なので今回このコラボガチャを回していこうとね、思ってます。で、その中でこのバクトクパック、今これね来てるんですけど、これはやっぱね、買わないともったいないかなと思って、まあ、普通にダイヤで回したらね、多分天井行くと2万ダイヤ近くかかるんで、まあ、それはさすがにね、嫌なんで、それできないんで、このバクトクパックでまずこのコラボガチャコイン100枚ね、これ5860円のやつを、購入しまして、でその後、今このイベントの、七五三のイベントね、これで来てる、コラボガチャコイン取れますよね、限定交換の方、これのコラボガチャコインも取っていこうと思います。これ30枚取れるん でそこから、イベントで来てるこのなんか買えるやつね、コラボガチャコイン50枚ぐらい買えるんかな、確か、それもあるんで、まあ、それも取って、どれやどれもありすぎてわからないわからない、まあまあまあ、ええわ、まあ、そんな感じで、まあ、言うたらもうコラボガチャ、キャラ1体出るまで回しますよっていう話ね。でそれでマリーローズが出たら、使おうと思ってます。まあ、そんな感じでかなり無謀な挑戦にはなると思うんですけどね、ぜひここは神引きを狙ってやっていきますか。ではまずはね、バクトクパックからね、買っていきますか。5860円のやつ、これね、これをまず買って、で、コラボガチャって天井が210っすよね、多分一緒ですよね、スペガチャとかと。なのでね、このコインでね、出てくれたらいいんですけどね、まあ、それが結構微妙なラインでもあるんですよね。まあ、とりあえずこれをもう買いましょう。バクトクパックね。まあ、一応これダイヤもついてるから、まあ、ダイヤプラス、コラボガチャコイン100枚ということですよね。買いましたよ。購入完了。うん。ダイヤ2500。今コラボガチャコイン僕105枚持ってるんで、ダイヤもね、6万2000ダイヤまで、増えましたね。で、そこから、さっき言ってたように、この今来てるドロップイベントで、これコラボガチャコインをね、買いに行きましょう。これね。まあ、あんまりこれはね、もったいないんですけどね、ほんまはこれ買いたくないんですけど、まあまあ、しゃあないというかね、これを、これね、これを3回か、最大で3回までしか買えれないんで、3回買えましたと、130枚あります。で、なんか購入のやつね、これ、真ん中、これか、これ買えば180枚に達成するんで、まあ、とりあえずでも今持ってるコインで回してみようかな。でそれで足りひんかったらこれを買って、今消費ボーナスあるんですけど、これでもコラボガチャコインもらえますから、3000ダイヤ消費でコラボガチャコイン20枚もらえるんで、まあ、その時点で天井には到達すると思いますから、まあ、1回勝負ですけどね、1回キャラが出るまで勝負ですけど、回していこうと思います。まあ、ほんまこれ回したくないんですけどね。であとこの動画もね、ほんま撮る気なかったんですけど、まあ、一応ね、動画見たいっていう方もいますし、でもしね、神引きできたら、もしね、僕がマリーローズ引けたら、
こういうこともあるんやでっていうのが動画に残るから、まあ、それも考えて一応撮ってるんですけど、まあ無謀な挑戦やとはね思うんすけど、130枚でね、まあ勝負していこうかなと思います。でこれね、ちなみに UR のニョテングいるけど、あれっすよね、 UR は多分この5体の中に換算されてないよね。どうなんかな、これ天井で UR が出ることもあるんかな。それやとしたらだいぶやばいけどな。まあその辺ちょっとわからないんですけど、まあとりあえずキャラ1体出るまでいきましょうか。 LR がね、マリーローズを狙っていきましょう。もうマリーローズ以外持ってるんでね、ほのかも持ってるし、ってことで、コラボガチャやっていきます。まあとりあえず130回して出んかったら追加しましょう。いきます。では頼む、マジで頼む、出てくれ。もうこんなガチャするん嫌やね、ほんまに、ほんまに嫌やから。これ、おっ、おー、あ、サムスピがあれっすね、入ってるんですね、キャラ的に。さあ2回目、ハオマル。いやー、しかもこれ破片出えへんのか。マリーローズの破片とか出てくれたらいいんですけどね。うん、 LR が出る気配ない。さあ30連目かな、これ40連目か。右京さんばっか出るな。ちょ待って、何回回した、今40回回したか。さあ50連目いけ、50出てくれ、マジで欲しい、マリーローズマジで欲しい。あかんな、シェルミーフラッシュ多分入るっすよね。シェルミーフラッシュが入ってない時は多分キャラ出ないんで、あーこれも外れやな。多分そうっすよね、確定演出があるんすけど、ナコルルしか出んへんやん、ナコルルガチャになってるやん。さあ今何回や、7回目かな、7回目。ハオマル、ハオマル何回出んねんこれ。 UR ももしかしてあれかな、これ UR ハオマルの枠じゃないんかな。もしかしたらニョテングもその LR として換算されてるかもしれない。天井でニョテングが出る可能性もあるってこと。いやそれやったらだいぶやばいよこれ、ほんまに、ほんまに闇ですけどね。さあどう、もう何回かわからない、100回ぐらい回してる。頼む、まあナコルルガチャやないかこれ。いやーやばいやばいやばい、もういやいや、心臓が痛いってこれガチで。ほらハオマルしか出ないもん。あ、シェルミフラッシュ入った、マリーマリーマリー、うわー、うわ、ちょ待って、引いた、やばないこれ。いややばいって、一発目やで、しかもダイヤ使ってないやん。ちょ待って、これやばい、うわうわ、これ僕動画3年やってるけど、3年ぐらいやってるけど、これ一番の神引きや。見せた、いつも天井の僕が見せた。いやどうしよう、マジでどうしよう。ちょっと今僕のあの感じわかるかな、これ、あの自身撮影してないじゃないですか、このいつもあの生配信でこうね、ワイプとか使って自身を出してるんですけど、出しとったらよかったな今回も。いやめちゃめちゃもうケツ浮きまくれで、今もう立ってるからね、もうあの立ってるって、あのあれじゃない、下半身がじゃないよまあ下半身も立ってるけど、いやそれよりちょっとどうしましょう、これやってもうた、引いてもうた、これやばい、動画史上に残る神引きした。うわー、これはねちょっとやばい、動画撮ってよかった、いやマジで動画撮ってよかった、これほんま動画撮る気なかったんすよ。ただ結構やっぱね、動画見たいって言ってくれる方がいて、まあ勇気を与えようと思ってね、まあ神引き、どっちにしてもね、こう神引きできることもあるんやぞっていうパターンと、こうやって僕みたいに爆死するから気をつけてくださいねっていうパターン、どっちに転んでもいけるなとか思ってて、とりあえず出ました。ちょっと落ち着きます、ちょっと待って、コーヒー飲まして、ちょっと一回止めます、あかん、ちょっと止めます止めてコーヒー飲んでからまた、撮ります、すいません一回止めます。かなりねコーヒータイムしてきました、30分ほどね、冷静になって今賢者タイムです今賢者タイム中なんですけど、まあマリーローズね、神引きできました。もうほんまにこれは奇跡としか言いようがない。一発目に出て、かつ、ダイヤも使わず、130連で出ましたからね。で、それが一発目に出てきたんで、まあこれはかなりの神引きと言ってね、いいでしょう。で、今後、僕がマリーローズを使うかどうかですが、まあ考えた結果、やっぱりね、使っていこうと思います。まあその理由としては、やっぱチャン後半の攻守交代を引き継いでるのっていうのもあるし、
で、あと、もともと僕、防御型が好きで、まあ、硬いチームを目指したいんで、まあ、それやったらマリーローザ必須かなっていう感じもしています。で、あと何よりやっぱ今日神引きできたことが一番大きくて、まあ言ってたように神引きできたらね、使おうかなとも言ってたんで、逆に言うとこれはね、ガチャで出てきたことによって僕がもう使っていった方が、まあいい流れかなと思いまして、まあこのキャラをね、マリーローズ使っていこうと思います。で、まあ使っていくのはいいんですが、肝心なのはこれなんですよ、これ。次に立ちはだかる壁があるんですよ。これ、武器ガチャ。しかも、残り日数、0日ですからね。これやるんやったら、これ回さなあかんよね、絶対的に。まあ、回さなあかんよね、どう考えても。今後、だからイベントで武器が来るとしても、2個は取れないと思うし、だ今回この武器ガチャで、2個取りもしていかないとあかんかなともね、考えてるんですよ。まあ、そこをちょっとね、もう一度、深く考えようとは思ってるんですけど、まあ、結局はでも2個取らなあかんし、もし仮に2個来なかった時のリスクがでかすぎるんで、なので、この今回の武器ガチャで2個取りをせなあかんなと思って、まあ、キャラ本体神引きしてるから、まあ、そこはしゃあないんかなとね、割り切って、武器ガチャもね、2回回していきましょうか。ってことで次回の動画で、武器ガチャの動画もね出します。もう武器ガチャね動画撮らんって言ってたんですけど、もうこれはもう撮らなあかんでしょ。もう撮って、まあ最悪2個天井行ったとしても、まあ本体神引きしてるんでね、まあしゃあないと割り切ってね、やっていこうと思います。なので、まあ今日の夜に出せるかなっていう感じ、結構遅めになると思うんですけど、まあ武器ガチャの動画も今日中に出すと思うので、よかったらねそちらも見てください。でコラボガチャに関しては、まあ、僕はたまたま引けたけど、これね本当に危ないガチャなんで、まあ、これはねあんまりおすすめはできないですね。やっぱりこれ確率見てみると何が出るかわからないっていうのがあるから、まあ、あんまりねおすすめは、できないんですが、まあ、僕みたいにワンチャンを狙ってね、この爆得パックとかで、まあ一応このコラボガチャコインとかもあるから、まあ、そういうのも考えて、まあやるのはいいかもしれないけど、くれぐれもね自己責任でということで、あんまりねおすすめは、できません。で僕は武器ガチャこの後、回して夜には多分動画出せるんでね、よかったらそちらの方も見てください。でまあ最後にね、あのマリーローズ使うかどうかっていうのを決めたきっかけの一つでもあるんですけど、結構コメントで、セイディさんマリーローズね合ってますよって、防御型もともと好きやったでしょうとかね、まあそういうコメントも結構いただいたんで、まあそれも含めて、まあ決めたんで、まあ、本当にね、いつもコメントいただいてる方ね、本当にありがとうございます。まあコメントとかね、グッドボタンとかがかなり励みになってるんでね、よかったらまた、コメントとかもいただけたら嬉しいです。では、今回はこんな感じで終わります。次回ね、武器ガチャ動画も出すんでよかったらそちらも見てください。では、ご視聴ありがとうございました。